ほらよ、こいつが指定の物だ。苦労したんだぜ、首都中の古物屋を当たってよ。おかげで足が棒になっちまった。はあ、明日は筋肉痛だぜ。ご苦労だったな。一応中を見せてもらおうか。ボスたちの指定通りか。その作りフェイクでもなさそうだ。もう正真正銘の指定のブーツだ。合わせて100万ミラ、耳を揃えて払ってもらおうか。ふん、それはおかしな話だな。前金10万、成功報酬30万のはずだが。こういうのは時価でしょう、時価。よっぽど大切なものみたいだし、僕たちの努力にも色つけてちょうだいよ。あんたらの噂はいろいろ聞いてるぜ。今後も協力できるかもしれねえし、お近づきの印ってことでどうだよ。なるほどな。だったらもっといいものをくれてやろうか。てめえら、やるってのか。上等だこれ。てめえら。ハングレ風情が。たかりは相手を見てするがいい。な、ポリか。まさか巡回かよ。チッ、お前たち鍵つけられたな。まあいい、とっとと。いつの間に。どこに消えやがった。お前たち何をしている。チッ、仕方ない、一旦離脱する。クソ、俺らも散らかるぞ。なんだってんだよ。不審集団を発見。通報のハングレどもだ、捕まえろ。ボンクラの首都警察に試合上出来だぜ。映画探してるつぶつ、ニラの匂いがプンプンしやがるぜ。国防外、いや、あっちのヤサで調べてみるか。ありがとうございました。またどうぞ。おい、もう閉店だぞ。はいはい、分かってるっての。夢坊、眠たいんなら2階のベッドにな。おやすみママ、おじいちゃん、上行くね。うんうん、おやすみな、夢。おやすみなさい。ちゃんと歯を磨くのよ。はい、これはサービス。お、サンクス。さすがは麗しのマドンナだぜ。どういたしまして。こら、来やすいぞ不良タナコ。お前もあんまり甘やかすぞ。妙に匂いやがるな。このやり方もダメか。やっぱり
正規の検索方法だと限界があるみたい。こうなったら先輩のアドバイスに従うしか。動力ネット法の隙をつくやり方、うん、後ろめたいけど。見つけた。先週末に首都某古物商から強奪、盗品の可能性もあるため届け出ず。これって間違いなくトラブルだよね。いるかどうかもわからない人。合言葉は先輩の教えてくれた通り。こっちも本当だったみたい。この建物で間違いないみたい。ビストロなのかな。素敵な雰囲気のお店だけど、本当にこの2階が。あら、お客さんですか。モーニングまだやってますよ。それとも2階の事務所にご用かしら。はい。そのやっぱりこちらの2階がアークライドさんの。ええ、モーニングを済ませたばかりだからまだ出かけていないんじゃないかしら。二度寝しちゃってるかもしれないけど、ノックを何度かすれば大丈夫よ。十分すぎるかな。朝っぱらから客かよ。まさかとは思うが、客か？あ、はい。こちらのアークライド解決事務所にお願いしたいことがあって伺いました。ありがとうございます。はじめまして、アニエス・クローデルと申します。現在オーベル地区にある
ット切って、いや共和国切っての名門校アラミス高等学校、その学生寮に住んでいる1年ってところか。よくご存知ですね。あ、制服でですか。ま、首都に住んでりゃどうしたってその制服は目立つ。1年ってのはただの勘だ。発育はともかく擦れてなさそうだしな。バンだ、バン・アークライド。どういうつてでここにたどり着いたかは知らんが、 4SPG を知ってるってことは俺の肩書きが何かも知っているはずだな。はい、警察にも遊撃士協会にも相談しにくいことを引き受けてもらえるという請負いに、スプリガン、そう呼ばれていると伺っています。半分当たりで半分外れだ。相談しにくいことだけじゃねえ、相談できないことを引き受ける時もある。非合法スレスレのグレーな家業、そういう人種ってのは分かってるのか。分かっているつもりです。まあいい、まずは話すだけは話してみたらどうだ。引き受ける約束はできないが。はい、それでは。おいおい、財閥かよ。まさか学校の備品とか言わねえよな。まあ当たらずとも遠からずと言いますか。こちらです。そいつは年代物の懐中時計。いや、お願いしたいのは他でもありません。こちらの古いオーブメントの捜索を手伝っていただきたいんです。数十年前の品で、私のひいおじいちゃん、曾祖父の残したものになります。この画像は、そのちょっと大きな声では言えない動力ネットの検索方法で、1週間前に首都のとある古物商から盗難されたばかりだそうです。 P4 プロトコルのホールを利用した特殊な検索アプリを使ったわけか。だがこいつは、悪いことは言わねえ。ギルドか警察にでも相談するんだな。何の動力機かは知らんが、アンティーク価値も結構ありそうだ。盗まれたことも含めて厄介な連中が絡んでいる可能性もある。むしろ個人の遺品ってことならなおさら甘っちょろいギルド向きなんじゃねえか。それはダメなんです。警察にはまして遊撃士協会にも相談するわけにはいかなくて。なんだか知らんが、とちゃうけを出し忘れたか。わ私も忘れていました。その学生寮近くにある人気のお店のケーキでして、1日20個限定みたいですから、結構美味しいんじゃないかと。アンダルシアのバンカ限定ケーキ、オレドさん黒いちじくを隙間く敷き詰めて糖蜜でコーティングした特製タルトかよ。
お詳しいんですね。いいか、一言言っておく。限定ケーキに釣られたわけじゃない。いいね。はあ。お願いします、アークライド所長。ああ、こちらこそだ。それとバンでいい、クローデル嬢。あ、はい、バンさん、私もアニエスでお願いします。
さてと。磨きしておきたかったが仕方ね。明日だな。これはガレージでしょうか。
ベルモッティ、このお店はお休みみたいですね。カフェバーの稼ぎ時は夜だからな。ま、今のところ用はねえさ。入れなすったか。バンさん、ひょっとしてあの方が。ああ、例のおっさんだ。声をかけてみるぞ。悟られてねえはずだし、うまく引っ掛けられりゃ。てめえがアークライトの小僧、なんの用だこの薬病神が。悪くないだ。てめえが横やり入れてくれたおかげで、あのババアから臨時収入が増いだ。裏稼業同士としての仁義が通ると思ってんのか。
そんじゃな、お嬢ちゃん。気が変わったらおじさんを頼ってくれよ。このままテラスエリアをまっすぐですね。ああ、目立たないようにゆっくりな。川沿いにリバーサイドといえばうちだよ。階段の裏手に回ったみたいです。よく見逃さなかったな。
さてと。